超借金大国日本無責任な政治家や国民だらけの日本そしてリーダー不在の日本あなたは今の日本を危ないと感じたことはありませんか日本を再興しようこの日本を変える主役はあなたです ゲストとともに希望ある明日の日本最高へのシーズンをプレゼントこの種を育むのはあなたお待たせをいたしました田中康夫の「日本最高日本最高へのシーズン」の時間がやってまいりました、えー、本日はそのものズバリ日本最高へのシーズンを語る」と題してお届けをいたします えー、まさに最悪の内閣において最悪の事態を迎えた、えー、よく与党の一角なのになんでお前は批判をすすると言いますしかし皆さんご存知のようにですねどんな戦争中であってもあるいは今回であっても現場の方々は良い意味でですね、えー、純粋でありそして極めて一生懸命でありますけれどもそのことをもってですね 組織の責任あるいはリーダーの責任というものがないがしろになってはこれはまさに抑産でありますこのような大きな災害というものはですね短期的中期的長期的な複眼思考で同時並行的に行わればなりませんそのまず短期的なことこれは今までにもお伝えしてきたように地震発生直後に私は 選挙区のののの病院ににおりまましししたたで尼崎市の市役所に私のスタッフをを派遣をしましたなぜならばまさに津波が来るという中でテレビの映像を見て大阪湾に面するこの尼崎市の海岸部この場所を消防や警察あるいは市役所が対応しているということを市役所の市長室の横で私の職員は夜まで待機をいたしました。そして同時に 下地幹,幹事長をと通じて伝えたことは NHK のラジオ福島宮城岩,岩手そして青森この NHK のラジオ第2放送を県域単位で避難所であったり医療機関であったりさまざまな水であったり食べ物であったりライフラインの放送に3日間徹するべきであるそして NHK の放送というものが関東では広域ラジオ放送なので これに関して茨城においては、ラジオ単映局の茨城放送に人員とそして資金を投入をして、同じくライフライン放送に徹するべきだということを述べました。しかしこれは果たせませんでした。皆さんご存知のように、震災対策基本法という法律があります。この法律を首相が適用をすれば、多くの公的な機関、これは電力会社もそうです。運輸機関もそうです。鉄道もバスも、あるいはトラックも。 そして公共放送である NHK もあるいは金融機関もさまざまな機関はその国の指示のもとに同時に自衛隊のヘリコプターを低空飛行させて津波に襲われた場所だけでなくて中山間地の陸路が途絶しているような場所にもヘリコプターを飛ばし3軒でも4軒でも 民家があったならばそこに人がいるいないにかかわらず、えー、水と食べ物そして毛布あるいは手動式のラジオというのがあります手動で、えー、電池を蓄えるあるいは充電をした携帯電話こうしたものをパッケージにして低空飛行で落としていくべきあるこれは必ずや役に立つとしかし自衛隊のヘリコプターは着陸するものであると。 自衛隊のヘリコプターから物資を投下をするということは法律上の規定がないあるいは禁止されているなどというアアホなアルゴリズムを言う人たたちがいましたで今先ほど私は短期的中期的長期的と申し上げました先週も南相馬市の櫻井勝信市長とのインタビューを行いましたが地震から10日たってもお風呂に入れないこうした方々にドライシャンプーを差し上げる。 のみならずやはり大事なことは政府の官房長官が毎朝毎晩原発の問題は大きな問題ですしかしそのことだけを語るのでなく例えば阪神淡路大震災の時には地震から10日後には多くの避難所に自衛隊の仮設風呂ができてきましたそしてお風呂屋さんというものも営業を再開をしましたしかしそういうことが叶わぬ地域がたくさんあります官房長官の会見では少なくとも13日目までには各自治体に2つは 仮設風呂を自衛隊が設けるこのようなことを述べるだけでもこれは人々を冷静に鼓舞する内容でありますしかしこうしたこともほとんど行われませんでしたこれは収録を3月の31日木曜日の午後に行っていますがその前日東京電力の勝又常久会長はですね なんと、地震から、十一日の地震から、三十日でありますから。まさに三週間経って、初めて会見に応じました。そして、その会見の中においては、ですね。まあ、暗に、東京電力だけでは賄えないので、国が、これを負担する、すなわち、国民が負担せよ、ということを言ってたわけです。しかし、これは、ノーブレス・オブ・リージの最前線に立っているとは、到底思えないことであります。 一点何人かの方から紹介のメールやツイッターがありましたのでお話をしておきますが私は現在発売中の「サンデー毎日」であったりあるいは「週刊スパ」あるいは今までの「日刊現代」の連載においてもですね東京電力は南相馬市といういわゆる原子力の電源交付金が1銭ももらっていないという町が30キロ圏内に入っていることで屋内退避と。しかしか 物資は自己調達せよという、えー、異号党のようなことをですね内、内閣の官房長官が会見で言うという形でありましたそして皆様ご存知のように25日に自主避難の要請ということを政府が行いましたなぜ命令や勧告や指示で避難ではないのか桜井市長も言っていたように逆に命令をしてここに住むだと言われれば住民も諦めがついて自衛隊のトラックに 乗ってです、ね、安全と思われる場所に避難することができる屋内退避していろと言いながら食べ物も物資も自己調達しろというのはこれは土台無理な話であります。でえー、にもかかわらずです、ね、25日になっても自主退避要請をしたのはなぜなのかこれは共同通信が記しましたが命令や勧告は指示をするとこれは国の費用でその人たち国民の移動費用を出さねばならない。 しかし要請であるならば自主避難なので国の財政を損なわないまさにこんなことが無駄遣いいを省くという政権交代ででははなかったはずでありますまさに国民をバカにしているという中でこの共同通信は首相も官房長官も安全な場所から安全地帯から学芸会を演じてるだけではないかという避難民の憤りの声を記していましたがまさにその通りであろうと思います。 そして先ほどの冒頭の勝又恒久会長の話に戻ればこれもまた会見で明らかになりというよりもその前に「週刊文春」が書き私も「サンデー毎日」で記したことでありますがマスメディアの編集員クラスをですねほとんど東京電力が費用を持って毎年この勝又氏とですね中国にまあえ外遊と称する旅行に出かけているその最中であったわけであります。 そしてこの勝又氏にある記者がです、ね「いや南相馬市は原発交付金ももらっていない中においていまだに東京電力から電話一本ないではないか」と「職員が一人派遣されたわけじゃないではないか」と「役員クラスが説明にもと赴いたわけではないじゃないか」と述べたところ勝又恒久氏はいや南相馬市には人を出しています。 と高らかに述べましたえこれに関して少しご説明をすると私が三月の二十一日の日に桜井勝信市長とインタビューをしその場でも東京電力から電話一本ない人も来ないということをお聞きしましたえその週の日韓現代で私がこのことを記すや否や今までなしのつぶてであった東京電力から突如一人職員を派遣しましょう しかしその職員は派遣されても手持ちぶさたで座っているだけという状況でありますそしてそれを記者の前でいけしゃーしゃーと私たちは南相馬にも人を出しておりますと述べているわけですそしてこのことは残念ながら大文字のマスメディアというところではほとんどその欺瞞は報じられないままであります え、実は、えー、現場光一郎国家戦略大臣というですね。原発の、その福島の原発軍のに隣接をする田村市を中心とする選挙区である方は。二十五日の会見においてですね。今大切なのは東京電力への批判ではなく、決死の作業員を日本国民全員で激励し、後押しすることだと述べました。先ほども述べたように、現場の作業員も、あるいは戦争中の。 赤紙で招集された兵士もですねその方々はそれぞれ純粋に一生懸命であったしかしそのこととですねまさに責任というものを問わなくていいということとは違うということです私の友人の浅田明氏は東京電力の社長も会長もですねまずは日付を抜いた辞表というものを首相に預けるそして一段落ではなくですね責任を果たすまで奮励するということが当然であります 東京電力の病気で入院をされたとおっしゃるですね、清水勝久社長は、経団連の副会長であります。そして同じく経団連の副会長を務めていた勝又恒久氏の弟である丸紅の会長は、次期経団連の副会長であります。経団連の副会長としてどのようなことを東京電力は今後も務めていくのか。 ああるいはその勝又氏の玉坂弟であったかもしれないしかし社会的ノブレス・オブ・リージュが問われる副会長に就任をする弟はどのようなことをなさるのかと私は注目をいたしたいと思います。で、えー、先ほど短期的中期的長期的と申しました、えー、中期的なことはまさに温かいお食事を食べていただくことすくらままらないそのことをお手伝いすることでありました。 え、そして衣食住という言葉があります皆さんはご存知のように衣食住は衣類着るものと食事と住まいですこれは暖かい暖を取れる、えー、医療あるいは避難所あるいは食べ物というのは短期的ですしかし中期的長期的にはどういったことが求められるかこれは私は神戸の時にある方から教えられたことで決して語呂合わせなのではなく衣食住というのは意欲の意と、そして職業の職と そして住まいの銃であると聞いたときに私は目を見開かれる思いがしましたえそして阪神淡路大震災においては長田区のケミカルシューズのゴム工場に勤めていた方は職場も失ったかもしれませんしかし大半の方は大阪や姫路に職場がありました今回は家族を失い住居を失いそして職場を失っている会社ものとも喪失をしているわけであります ですから地震の2日後に亀井静香国民新党代表が菅直人首相に述べた4項目の一番最後に記したことは何であったかそれは国と自治体そして経団連傘下の企業が1社1事業所1役所10人ずつ緊急雇用をして職を見出すことであるということを述べました。 これに私は実は連合の古賀会長下の名前をちょっと失念をいたしましたが古賀会長にお目にかかった時に連合も各炭素で10人ずつ雇用するべきじゃないかあるいは経済同友会もそして首相と財界の代表と組合の代表が3人並んでこのような形で雇用するその雇用の形は例えば太陽電池 ご存知のように日本の太陽電池は1970年代は世界で最も技術開発力とそして市場占有率を占めていましたしかし国策としての太陽電池つまり太陽光ですねというものは日本では重きを置かなかったために現在はドイツそして中国の後陣を拝しています逆に言えばこうした事業所をシャープやパナソニックやあるいは産業の事業所と いうものを宮城岩手福島に設けるそこで雇用を生むこのことも人身を安定させるることとに私は寄与すす思っていますそしてこの衣食住という点に関して言うと今回津波にあった地域この場所にまた2 0ルどころか3 0ルの堤防を作ることでこの場所が守られますというのはいわゆる 21世紀型の高度経済成長、21世紀型の成長発想のですね、技術を信じて、科学を信じて、技術を疑わずという形に私はなるのではないかと思います。そうではなくて、私たちはですね、21世紀型の思想、すなわち科学を用いて技術を乗り越えるということを行わねばならないと思います。ある意味ではその。 えー、津波にあったような地域はラムサアジュ条約のですに、ねえー、象徴的な形の沼地に復元をしていく。しかしそこに住んでいた方々がローンを抱えて、えー、買い求めたですねその土地というものを他の場所にきちんと正当な形で還地をするということが必要であろうと思います。そしてそのためには北上山地や阿武隈高原、えー、あるいは那須高原といった場所にですね食住近接の新しい居住空間を作る。 このくらいの発想がと行動が私は必要ではないかと思います皆さんご存知のブラジリアという街がありますブラジリアの周囲にはブラジルの格差を象徴するようなスラム的な集落というものも誕生はしていますが1960年にこのブラジリアは完成してんですねそしてこのブラジリアという街をですね、大統領の名の下二人の 異彩のですね建築家が担当しましたそれはルシオ・コスタでありそしてオスカー・ニーマイヤでありますその意味では日本には安藤忠夫そして磯崎新という世界が認める巨匠のそして老練な建築家がいるわけですこの2人に最後のご奉公として私が今申し上げたようなですね北上山地や那須高原阿武隈高原と いったところに新しい植樹近接の居住空間を作るということも立派な私は箱物行政とは異なる復興であろうとこのように思いますもちろんそのためには直感力と洞察力そして決断力と行動力というものを兼ね備えてさらには潔き出所身体の覚悟を持ったですね えこうした指導者というものが政治のみならずさまざまな分野にこれは必要なのであろうというふうに思いますそして残念ながらその形は未だ見えないということなのではないかというふうに思いますこのようにですね、短期的だけでなくて中期的として長期的な視点というものが必要ですそして 無論外交交渉例えば戦争を行っているときにこれはこの番組でも幾度か、えー、学習院大学の井上俊和教授とお話をしていますが戦争をしている国が戦争をやめるための交渉を始めますと国民に宣言をしてからその内容もリアルタイムでですねインターネットで伝えるなどということでは戦争は終わるわけもありません。私たちは形骸、えー、化した手続きの民主主義ではなくて成果をもたらす民主主義と。 そのための哲学と覚悟を持ったリーダーが必要であろうとは思います。しかし、私が二十四日、えー、各党、政府、えー、震災対策本部で質問した。内容に関しても、残念ながら、えー、政府は全く答えようとしていません。これは十九日の毎日新聞にで報じられたことでありますが、アメリカ軍の空軍のですね。無人偵察機スカイフォーク。 このスカイフォークは車のナンバープレートの数字まで映し出すほどの精度な撮影の無人偵察機であります。で日本政府の要請に基づいてこの米軍はこのスカイフォークを福島の原発軍の上に飛ばします。そしてその映像を公開をすることを承諾をした上で米軍側は日本政府にその映像を提供します。しかしか その映像が公開されていないなこのことを19日付の毎日新聞が書いておりましたので私は24日の,その各党政府震災対策会議においてなぜ公開しないのかとこれでは尖閣諸島のビデオと同じことではなかろうかと200歩譲ってビデオを公開しないとしてもある意味ではそれを撮影したもしかするとアメリカ大使館やアメリカ軍が80キロ100キロよりも遠い場所への避難と。 いうことを在日米国人に伝えていたとするならば、日本の政府はその映像を見てどのような判断の変更があったのかなかったのか、少なくともこのことを文書で出してほしいということを私は述べました。これに対して同じ与党の中で地輪喧嘩を仕掛けてくるのかなどというですね、あられもない言葉を述べた方がいました。しかし繰り返し申し上げてきているように、夫婦も親子も恋人もですね、兄弟も えー、相方がですね歩むべき道を見失っている時にはそれに関して挙げ足取りではなく前向きな建設的な意見を述べてこそパートナーであるそれは私や亀井静香代表の共通すする覚悟でありますそしてこのことに関しては翌日の産経新聞が政府筋の話としてそして私のもとにもこれは機密事項であるので。 解像度つまり映像の鮮明度を極めて低くした上で公開することも含めて検討するというまさに木ででをくくったたすね回答が来ましたそして驚くべきことに30日の日北沢利美防衛大臣はこの映像は決して公開しないということを国会の委員会の場で答弁をしているわけです。 私たちは先ほど述べたように情報ががてリアルタイムででで公開さされるるこことと外交戦争終結せせはできませんしかし情報公開説明責任ということを声高に掲げて政権交代をした人間がこのような判断をしていくということは私は国民への冒涜であるとこのように感じております。 えー、同時にご存知のように、えー、日本ではですね、えー、多くの義援金というものが集められていますこのことも私が述べただけでなくて、えー、皆様ご存知の清水邦明さんというタレントの方もですねブログで勇気ある発言をされている。というのはテレビ局や新聞社が集めた義援金というものはあ日本赤十字社であったりあるいはさまざまな公的な機関に預けられる。しかしか 県も含めて公的な機関に入ったお金というものはその義援金の分配委員会というのができて有識者であるとかですね自治体の長の代表であるとかですねこういう人たちが入りますどんなに短期的でも三ヶ月経たないとこの義援金の第一回目の分配が行われません通常は会議は踊るという形で六ヶ月後であります中越地震の時にも実は最後十億円が余りました しかしこの10億円を一人一人の被災者に配ってもビビたる金額さりとて、えー、トーテムポールのような箱物行政を作るわけにもいかないというので確かこの10億円はだいいいいぶの間浮いていたと思いますこれは先々週お伝えをしたようにそのことを私は、えー、神戸阪神淡路 大震災においても痛感をしていたので新潟県の泉田博彦知事に許可を得て長野県独自の義援金というものを集めそのことによって被災者の方々とりわけ避難所ではない方々への半壊の家や車やテントで寝泊まりしている方への支援そして最後は仮設住宅に結露ができるということで仮設住宅に1所体ずつですね除湿器を提供するということを行いました。是非皆さんは、えー 知恵ををを出出すすここととももお金体を動かすここともこれはは優劣の差はありませんできうれば自分の知人が行っているボランティアの炊き出し隊ボランティアの医療団体あるいは自分の友人がかつて活動していて信頼できる NPO の支援団体こうしたところへお金を渡す方がこれは即効性として仮にそれが100円であっても500円であっても私は10倍の力になって戻ってくるとこのように、えー、思っています。 支持率がががが内閣が上がったといいう,うに各市が伝えていますしかし支持率というのは一体何でしょうまさに被災地の方々はどのように支持をしているのかということは世論調査として行われていません。原発の対応に関しては東京電力もあるいは政府もえ納得いかないという方が6割を大きく超えています。 しかし震災の対応に関しては政府の対応は6割近い方々が評価すると答えていますしかしまさに点々と避難所を移されていくえそして屋内退避と言いながら物資も届かない要等状態になっている方々こうした方々が震災の対応はきちんとできているのか と聞かれたなららばおそらくノーと答えるでしょう無論100満足できる形などありませんしかし短期的中期的長期的に直感力と洞察力そして決断力と行動力というものを兼ね備えたリーダーがそれぞれの分野にいなくてはいけないと思っています。大臣を3人増やしたところでバ「バカプラスバカプラスバカプラス」は「バカでしかない」と亀井静香代表は述べ本来亀井代表がですね、えー、地震2日後に 菅直人首相に述べた内容先ほどの「職業を持っていただこう」これは実は渡辺恒を、えー、読売新聞社数も例えば失業してる人々にも政府が雇用して被災地の復興に携わってもらうこれでも立派な衣食住であります、えー、あるいは自衛隊の倒幕議長が3体を統括をするあるいは仮設住宅も10万という単位そして同時になぜ仮設住宅か。 1> 1週間経てば避難所の中で自分が着替えをするのを横の方に見られるのは気恥ずかしい思いになりますこれは決して生意気な贅沢ではないということです。そして仮設住宅だけでなく復興住宅しかしその復興住宅が集落の単位がバラバラになって神戸と同じようにですねお年寄りだけが住むような形でなく先ほど題述べているような新しい居住空間を作るようなですね都市計画田園都市計画というものが必要であります。 そして、えー、与野党共産党も含めて災害対策本部の中に入って行う谷垣さんに菅直人さんは電話をしましたその時谷垣さんの横に複数の自民党の関係者がいました菅さんは電話をかけてきて、えー、災害復興担当の大臣として入閣してほしいと言いました当然のことながら、えー、谷垣さんはいや入閣ということであるならば自民党の中で相談をさせてくれとその時間をちょっと欲しいと言ったら 今即断即決できないのですかと菅さんが言いました。そして即断即決はそれはやはり自民党というお宅よりも小さな所体であっても組織で了解を得なければいけないと言ったら、じゃああなたが私が申し出たことを断ったというふうに記者に伝えますと言って電話を切った。このように複数の自民党関係者が述べています。私は必ずしもこれは自民党の揚げ足取りの証言ではないというふうに思います。与野党を問わず協力してほしい。 なのに野党は協力してくれないあるいは国民新党新党日本は協力してくれないと思っているのかもしれませんしかし協力させないでいるのは一体誰なのかということをカンナウトさんや戦国義人さんは胸に深く手を当てる必要があろうと思いますこのようなことを述べているとお前は口先だかといいかもしれませんしかし大事なことを理解していただくために発言をしそして行動をしそして再び 発言をし行動していくということが私はとても大事なことであろうと思いますそのことが今私が議席を置いているあたりにかつて中野誠吾さんという方あるいは斉藤貴雄さんという方が座っていました欲産に抗うために国民のために言うべきことを言う行動をするということが必要ですそして皆さんもできるならば信頼できる方に皆さんの物資やお金を託すそのことが中期的 長期的なな支え合いいにもなっていく私はこのように感じています今週末おそらくこの番組の放送中には気仙沼や石巻南三陸町といったところで同じく温かい食事の提供をしているかと思いますそして南相馬に関しては機民状態を救うために今後も私はできることを一緒に行いたいと思っています日本最高へのシーズンを語るを今日はお届けをいたしました 日本の借金は1000兆円を超え今も増え続けていますこのままではあなたの子供や孫未来の子孫にまでこの借金を背負い込ませることになります共に立ち上がりましょう日本最高の主役はあなたですあなたの一票で日本が変わる。